月に始まった企画、俺たちのアイドルを探そうプロジェクト本格始動。二次試験を突破した候補生たちは現在デビューメンバーになるための選抜期間中。今回はアイドルを目指して日々練習する候補生たちのもとに特別ゲストが登場。持ってくるのが遅い。はい。超えるほどのパワーをもうちょっと出してもいいのかなと。選抜期間へと勝ち進んだ候補生たち、ここからはソルジャー、アーセナル、カンテラという3チームに振り分けられ、チームごとに活動します。それぞれのチームに与えられた課題曲への振り付けやフォーメーションの考案、ダンス練習、歌唱練習を行い、計4回のライブ審査として、バツニーのライブハウス、バットニーランドにて行われるライブにオープニングアクトとして出演。そんな候補生たちのもとに、今日はスペシャルゲストが登場。アカバン特別ダンス講師、ポピング M のナーナポップ先生と、スカウトの時から携わってくださる本企画アドバイザー、坂田哲平さん。せっかくなので、ダンスレッスンの前にパフォーマンスを見てもらってアドバイスをもらうことに。今日はその様子をお届けします。1番手はカンテラチーム。マリカちゃん、笑顔が可愛かった。可愛い、可愛いです、笑顔が癒されるので、もっとダンスが頑張れたら最高。人気が出る。マリカちゃん、さよちゃんは真面目さ伝わるけど自信がなさそうに、はい、共通して基礎が足りないのがちょっとバレちゃうかなっていう。まあ、リチャーンはなんか総合的になんかバランスよくできてるような感じがしましたね。うん、その一番落ち着いてできてる感じの印象でした。ペニアちゃんはどうしてもだけその、まあ、期待されるところが多分たくさんあると思うから、それを超えることのパワーがもうちょっと出してもいいのかなと。期待的にはなんかもっとすごいことしそうって思うけど、おーこんなもんかって終わっちゃうような形勢があるなって思って、そこはもうちょっとなんかインパクトが出るといいかなって思いました。2番手はアーセナルチーム。お願いします。さきちゃんは、はい、面白いダンスの時はその表情だけなんか出られる感じがいいと思うんだけど、歌になった時のパフォーマンスの手数っていうかな、があまりないようになったので、マイク持ってくるのが遅い。はい。なんか、そんな感じがしました。はい、今日じゃん。そうね、ちょっとこう、柔らかい、蝶のように舞うところは多分できてるから、この鋭いところみたいなのが、立ちの足が、レーザーモードとかやっぱあると、ベリーネがついていいのかなっていうのと、歌ってる時の表現。もうちょっともやりきっていいのかなっていうか、なんか濃いことをやってるようなところでちょっとまだ止まっちゃってるから、なんかその顔出しとかもあって、ちょっと中途半端にやると他の人よりもあれどうしたって思われるような狙いが増えてくるから、それはもう多分子供で生まれて恵まれたものがあるから、それに追いつくようにできた方がもうちょっといいかなっていうような感じがしました。はい、最後はソルジャーチーム。どうしたんやろ、3人で合わせたことが一回もなくて、で、まあ、な2人で合わせたこともなかったんですよ、うんうんうん、不安になっちゃった。何でしょ、ね、はいはいはい、まあ一旦あれを聞きましょう。はい、奈々先生から。奈々さんお願いします。大丈夫、ちょっと多分ダンスから振り中心がなかったのもあるかもしれないけど、やっぱ表現がちょっと小さくなってくるから、でもピュアなその感じがすごく素敵だし、歌声も
で、そのじゃあステージ上で目的が何なんだろう。例えば、ウォーって言ってる時って、お客さんにウォーって言わしたいわけだとか、フラッグさせたいわけだとか、であったら、させるためにやってる行動とは思えないとか、なんかこういう振りをしてる人で、もちろんお客さんも差し上げから、これやったら、叩くのねとか、あ、ウォーって言うのねって思ってくれるけど、自分は今何のためにこれをやってるんだとか、っていうところまで考えてやると、もっとよくできるんじゃないかなと思いました。はい。はい、以上です。じゃあこれからね、まず早くはね、いきなり来たらちょうど発表会始まっちゃったからびっくりしちゃったんでしょ。うん、俺からしたらお前もっといつも踊れるし、そんな顔する子じゃないのよ。もっと全然踊れんの。そもそもこの2人で踊ることが初めてなんでしょ。はい、そう、ここのチームなかなか3人揃わんからだし、もうちょっと深呼吸してからだったら踊れたんだよね。そうで、それはでもそれって誰でもそうなんだから、やっぱりその素に戻っちゃってることが問題かなと思っていて、もう合わないんだったら合わなくてしょうがないじゃん。ウォーミングアップできてなくてもしょうがない、もうやるしかないっていう部分はすごく必要で、これはどこに行ってもこれから上に行けば行くこと常に起きるから、本当にあの2人すごく的確なことを言ってくださってるなと思う反面、チョウちゃんとアヤカ違うんすよって思っちゃった。みんなもそうじゃない、どう？ね、それが問題。もう場の空気に飲まれちゃってる。同じかそれ以上のものを常に出さないといけない。うん。いいです。いつもね。うん。それはびっくりしたと思うよ。ごめんね、それは。今日はあのそれから来ましたけど、コメントするなんて思ってないから。あのね、ナーナ先生のコメントを求められるっていうね。早川知らんと思うけど、一アーティスト目の時は声ちっちゃかったんだ。マイクを準備して。マイクを。練習しましょう。で、ここからもう川原先生と俺たちのアイドルを探そうプロジェクトの候補生によるアイドルチーム、ソルジャー、アーセナル、カンテラがバットニーラボにオープニングアクトとして出演決定。日程はこちら。ライブの審査の一環なので、皆さんもバットニーラボで応援しましょう。各イベントのチケット予約は概要欄をチェック。動画見てくれてありがとう。高評価、チャンネル登録よろしく。次の動画も絶対見てくれよな。